こんにちは。投資スクールブルーストーンアカデミーの青柳ひとこです。今日は投資詐欺に引っかからないための3つのポイントということでお伝えいたします。でですね、こういった仕事をしておりますと、私のところにも詐欺のような話というのはたくさん来るんですね。実際そのニュースにもなったような詐欺話を持ちかけられたこともありますし、まあ、これはどうかな、怪しいなと思って、まあ、判断してやめたものもありまして、それが詐欺だったかどうかはわからないんですが、とにかくたくさんの投資話が私のところには来ます。で、大体ですね、もう経験を積んでいるので詐欺かそうじゃないかっていうのはわかるんですね。で、ポイントとしてはまあ3つあると思うんですけれども、1つはあなただけにお届けする情報ですよというのは、これはまず怪しいなと思ってください。私のスクールの生徒さんでもそういった事例があったんですけれども、ある日突然電話がかかってきて、見ず知らずの人ですよ、見ず知らずの人から電話がかかってきて、あなただけに投資の情報をお伝えしますって言われたそうなんですよ。まあ、これは怪しいですよね。わざわざいい情報を知らない人に電話して伝えるわけがないわけです。で、そのいい情報、いい投資情報というのは一部の人にしか伝わらないというのは、これは事実ではあるんですけれども、それが突然あなたのところにやってくるというのは一度疑ってみるということですね。で、二つ目はその話を聞いたときに即決しないということです。今決めないと高くなりますよとか、今決めないと利回りが減りますよとか、そういったものはですね、やはり怪しいわけです。そんな今決めなかったらですね、ダメっていうようなことはよっぽど切羽詰まってるわけですから、もしかしたらもうその余裕がないのかもしれない、またはその詐欺かもしれない、もうその場で即決してもらって逃げようと考えているのかもしれないということなんですね。ですから即決しないということです。で、3つ目はその即決しないにもつながるんですけれども、自分だけで考えずに誰かに相談するということですね。詐欺に引っかからないためにはこれが一番です。できれば中立的な立場の専門家に相談してみてください。私のスクールの生徒さんもですね、まあ、そのやっぱり投資に興味があるといろんな情報に目が行きますから、スクールの外で、いろんな情報を耳にして、でそれを私のところに相談に来られる方がたくさんいらっしゃいます。こんな話を聞いたんだけどどうでしょうかとか、こんな投資話があったんですけどどうでしょうかとかですね。で、その都度私は、まあ、それはやめましょうとか、でそれはもうちょっと やってみてもいいんじゃないですかとか、すでにやってしまってる人もいるんですけど、こんな投資してるんですけどどうでしょうとかいう場合にはもうすぐやめましょうとかですね、やっぱそういったそれぞれのアドバイスをさせていただいているんですけれども、やはりそういった相談できる場所が一つあると詐欺に引っかからないということに関しては力強い味方になってくれると思います。はい、以上ですね、投資詐欺に引っかからないための3つのポイントでした。